路面電車も走る風情ある街並み。その街並みを見守るかのようにそびえ立っているのが、近代日本の幕開けに貢献しました高知といえば、そう、坂本龍馬ですよね。ライトアップもされて非常に凛々しく見えますよ。さあ、はるばる新潟から高知にやってきたぜよ、ということで今日はですね、高知市は高知駅前から中継でお伝えしていきます。今日の午前中からですね、高知キャンプの取材に入りました。岡さん、まあ、はい、天気も心配されたんですが、無事高知に着きましたよ。あの、だいぶ大石さん薄着ですけれども、高知の気候はどうぜよ。はい、ぜよ返しありがとうございます。あのですね、高知市の今日の最高気温なんですが 13.5 度ということで、新潟に比べると幾分か暖かい印象があるんですが、ただまあ風が吹きますと肌寒くも感じまして、選手の中にはネックウォーマーをつけて練習に励む、そういった選手もいました。はい、あのキャンプ自体は先月の17日から始まりました。もう終盤迎えていますけれども、今日練習取材してチーム選手の雰囲気はどうですか。はい、あの非常にこうリラックスした雰囲気で練習をしていまして、あの昨日練習試合があったということで、練習の冒頭はストレッチに時間を割く時間がありました。ただボールを使った練習になりますと、選手に見立てたボードを立てて選手間の距離を確認したり、パスを確認するなど、そのタイミングを確認するなどの練習に時間を割いていました。そしてですね、昨日練習試合があったんですが、まあ、翌日なんですけれども、まあ、腕立て伏せなど筋力アップのトレーニングもしていたんですよね。さあ、あの練習後にですね、堀米キャプテンと松橋監督に話を聞きましたので、そちらご覧ください。ここまでの3試合っていうトータルで見ると、どのように評価していますか。まあ、ボールを持って試合を支配するっていうところはある程度できてますし、そこからさらに、ゴールに向かう意識みたいなところをより強めていこうっていう、一つテーマがあるので、回すことが目的にならないように、ゴールに向かう意識っていうのはより強めて、そこのバランスっていうのをもう少しうまく取れるようになれば、もっと良くなるかなと思います。仕上がり自体はいいとは思います。まあ、あとは実戦の中でそれがどういうふうに出せるかだと思いますし、まあ、攻守において、まあ、本当にいい部分、それとまあ課題となる部分というのは出てきているので、開幕までにやっぱりある程度いいところまで持っていけるかだと思ってます。あの堀米キャプテン、そして松橋監督ともにですね、ここまでの仕上がりが非常にいいと話をしていました。ただ昨日練習試合がありまして、 J2 秋田相手に2対1で敗れています。その試合についても松橋監督率直に話をしてくれまして、まあ、独特な表現で針が一定方向に傾いているように見受けられたと。ただこれは修正可能なことなので、しっかりと課題として修正をしていきたいと話をしていました。なるほど。あの大石さん、キャンプも残り10日くらいですよね。これ残りの期間で皆さんはこうどんなことにこう注力をするといいますか、重点を置いて練習するんですかね。あの堀米キャプテンも話をしていたんですけれども、あのここまでは自分たちのボールを支配するサッカーというのはできている、醸成できている。ただ今後はですね、よりゴールへの意識を高めていく、そこをしっかりと追求していきたいんだと力強く話をしてくれました。さあ、あの高知キャンプ情報なんですけれども、明日もですね、中継で引き続き情報をお伝えしていきたいと思います。